はい、えー、ホワイトベース館内放送のお知らせのコーナーですね、はい、えー、とですね、えー、ずっとライドのわくわくミーティングについて、えー、なんですけども、まあ、毎回言ってて、見たことが言うかもしれないですけど、申し訳ない、もうちょっと聞いてください。えー、と3日にですね、えー、袖ヶ浦フォレストレースウェイというところで、ですね、えー、あのワクワクバイクミーティングであるんですけども。 あのー、まあ、どういったイベント内容になっているかというと、基本的にはですね、えー、申し込みイベントに,になっているんですねで。それがずっとライドさんで、えー、毎年やってたイベントなんですけども、えーと、サーキットツーリング、ライディングスクール、ほぼプライベートレクチャー、なりきりジャーナリストとあるんですけども、えっ、ー、とこのうちですね、えっ、ー、とライディングスクールとなりきりジャーナリストは埋まっちゃったのか,かな。えっ、ー、とですね もう結構満員も出ちゃってるんですけれども、このお得なライディングスクールがちょっとだけまだ空いてます。えというような段階ですねで。こうして申し込みしていただいて、えー、イベントをやるんですけれども、えー、それに加えて、ですね、えー、と見学枠というのをですね、えー、たくさん設けていただいてます。まあ、見学枠って言っていいのかなあの会場で、えー、そうしたものを見たり、飲食をするっていうですね、えー、枠があって、 えーまあ、私がうろうろとそこで MC をしていたりとかですね、えー、動画に出てくるですね、クシタニカフェさん、パンの虎さん、えー、それからもちろんずっとライドのです、ね、申し込み等もあるんですけども、えーと、展示があります、ホンダシビアルダブル R ですね、えー、250ですね、ダブル R とおー、ヤマハの R25 とですね、スズキの GSX250 GS ですね、それから川崎の忍者と250度お展示というのがありまして、 えー、まあちょっとねわか,かりにくい感じになっちゃったかなと思うんですけどもあのなんかフリ,ーフリースペース的な会場でえー まあ私と一緒に、いつものホワイトベースミーティングがそこでまあ行われているわけですね。でそれに加えて、えー、こうしたですね、えー、申し込み制の有料イベントっていうのがあプラスあります。で、えー、と入場料があ会員の方、これはずっとライドさんの会員の方、これが1500円、一般の方も1500円なんですけども、えー、と会員の方になると、その1500円がそのままあですね、えー、飲食チケットになって帰ってきて、ですね、まあ、飲食だけじゃないんですけど、まあ、金券になって 帰ってきてき会場内の飲食とかですね、それからノブドリとかやってたりとか、ノブドリ知ってますかあの僕のあの京都イベントでも出ていらっしゃってる田中さんなんですけども、ノブドリで使いたいとかですね、もちろんホワイトベースの物販でも使うことができますいう形で、まあ金券、クーポン券になって帰ってくるというような感じです。まあ、一応、の会員さん向けのイベントっていうのと、ずっとライドの宣伝告知、入ってくださいっていう話でもありますので、ちょっと。 あの金券のところで金額の差が500円だけ出てるんですけども、ぜひですねこれを機会にロードサービス入ってもらえれば非常に幸いです。これ、非常にいいロードサービスなんで、まあ、まあ前から言ってて、僕、回し者じゃないかとか思われちゃってるかもしれないまあ、回し者ですよ、はい。うちでもアフィリエイトやってるんで、回し者って言ってもしょう、まあ、差し支えないかなと思うんですけども、全国距離回数無制限です、ねえー、のロードサービス、まあ、これ、結構特別です、もちろん僕も個人的に入ってますんで。 えこれを機に皆さん入ってくれたらななんて思うんですけれどもあとホンダドリームオーナーズカードクラブヤマハモーターサイクル YSP メンバーズカード鈴木ワールドメンバーズカード川崎プラザロードサービスメンバーズカードえーこちらのカードをお持ちの方も会員価格でご利用できます、は。い えーと11月3日はですね、8時から17時まで行っております。雨天結構ですね。えー、まあ、8時から17時までいるっていう感じなんで、えー、そのどっかしらの時間帯でみんな来てください。僕ね、みんな来てくれないと、こう、手持ち無沙汰で暇でこうピーピーって感じになっちゃいます、ね、<laughs> ピーピーですよ、本当とに、えー。もしかしたら全泊でキャンプしてるかもしれないですけど、えー、あのー、結構ね、でもこんだけ場所があって、 バイクいっぱい止められるところでね、あのミーティングイベントさせてもらえるというのは、非常にこう、初めてです。であの一応 ズットライトワクワクミーティングさんというところをズットライトさんですね一緒にあの企画をさせてもらって、えー、やってるんですけれどもあの非常にですねホワイトベースに関しては自由度をいただいておりますあり,がありがたいんですありがとうございますなんで、えー、ぜひあの、まあ、別にこういう有料イベント参加しないよというあの方もですね、えー、ミーティングイベントだけで、えー、いいよという人もですね、えー、ぜひ来てください僕は多分一日暇してますんであの多分どっかで 1一回こう出たりとかはすると思うんですけども、はい、あの基本的に1日おります。はい。そんなわけでよろしく頼みたいんだな。で、あとこれちょっと確認入れないとではあるんですけど、あのもし会場 OK だったら、ハロとキッカーも連れて行きたいんですよ。えー、だど,どうですか、琴岡さんだ。だめかな。 はいまあ、これはちょっと OK 出るかどうかなんですけどもそれ次第ではだってあの誰か面倒見ていなきゃいけないんでえ連れていくことになるかなと思ってますのではい、えー、11月3日ですねもう結構近いですね来週再来週になってき,きましたよぜひ皆さんいらっしゃってくださいよろしくお願いしますであと11月4日あですね、えー、こちらでもですね、えー、次のおイベント参加があります、えー、小菅村大地恵み祭りっていうのがやってるやるんですか開催されるんですけどもそちらの方うですねもうブース出させていただ いただきますでちょいちょい動画の方で登場さしていただいているです、ね、小杉村の PR のにもなるんですけども非常にです、ね、こうバイクのお客さんが来ることに対して前向きに受け入れてくださるという非常に珍しい村でございます。ので、 え僕もそちらの方も一日中おります。えー、ブース出してます。でゾンビの継承をしているかもしれないですけども、えー、ぜひそちらもです、ねえー、来ていただければなというふうに皆さん思っております。よろしくお願いします。普段お店にいるときあんまりゆっくりこう話している暇はないんですよ。仕事してますので。えー、なので、イベントのときは比較的こうゆっくりしてますので、捕まえてもらえればお話をさせていただくことはできるかというふうに思います、はいで。あとこれ最後になっっちゃって

あのー、こちらのほうで、えー、のですね、ナイフ風市のイベントで、最終日だけになっちゃうんですけども、あのホワイトベースグッズ持ってですね、え好きに使っていいよと言われているので、あのー、ホワイトベースミーティング的な感じで、えー、来てください、はいあのー、ぜひどうぞいらっしゃってもらってですね、で僕、もしかしたらですね、そこで、あのーまあ、皆さんの,、ね、あの接客、説明、応対をさせていただく予定なんですけども、もしかしたらちょっとね、あのー 飲んんじゃってるかももしれないんですけどもあその際はあおめこもしよう前みたいにですねあの、壇上でこう、なんかあ説明するような感じじゃないです。普通に売り場があって、僕があの店員として立ってますんで,、はい、で、うちのグッズももちろん置いてますので、もちろんそちらお買い上げでもいいし、このナイフの説明、えー、これちょっとしてくれよって言ったら、ね、即興でしますからね、はい、即興で。このナイフはね、このナイフは多分やっぱあアラブの方の首長が、首長が使ってたんじゃないかなとか。 適当なこと言うかもしれないあの分かるやつに関してはちゃんと言いますけども、はい、僕のオススメはフィレナイフまだあるか分からないですけどもあれは、ね、すごいいいよあれすごい僕あの鮭に使ってみましたけどもねすごい切れたあれは素晴らしい、えーまあいうようなこともやってますいろいろ趣味の中でやってますけども、えー、皆さんにお目にかかれる機械をですね、えー、こうして、えー、作っているつもりです、えー、袖ヶ浦の方を袖ヶ浦と袖、えー、が千葉県ですね、えー、千葉県それから山梨 そして今週末の都心の方とですね、どれかで皆さんと会えればなという感じであります。はいよろしくですもちろんあの、全然写真とか OK ですしあの、なんかサインかけとか言われたらも喜んで書かせていただきますので、はい、あのそういう形であってもお構いませんので、えー、声をかけていただければ幸いでございます。はいえー、そんな感じですね、えー、と今回の館内放送はただのお知らせでございます。はい えと物販のほうもいろいろ補充してますので、ぜひ、もしよろしかったら、そちらの方のオンラインショップですね、ホームページじゃなくてオンラインショップの方をごうもご覧になっていただければ。 あ幸いであります。はい、えー、今日もたくさんお話しさせていただきました。いつもですね、皆さん、聞いていただいてありがとうございます。あのコメント、大体全部読んでます。で、あの気になるのとかあいいなと思ったのにはこう管理者いいねつけてみたりとかですね、たまに返信とか入れたりとかするんですけども、えー、皆さんがですね、えー、そうやって活発に書いてくださることを見てですね、非常にこう、僕はトイレの時間が長くなってしまいます。はい、トイレででここう見ることが多いんですけども。えー 汚くて申し訳ないです。はい、じゃあ、今日はもうこの辺で、えー、今日うは朝が早かったんで、帰って休むかと思います。はい、皆さん、今日も一日ありがとうございました。ツイッター、Twitter、ですね、えーやあ、ソーシャルの方でお,お付き合いいただいている方もですね、ありがとうございます。はい、いつも、いつも本当に感謝です。えー、というわけで、失礼させていただきます。おやすみなさい。